決勝戦で戦った清宮選手、はい、感じたもの何がありますか。強さですかね、はい、純粋な強さいろんな強さがあると思いますけどね、はい、純粋な強さ、それ今まで戦ってきた清宮選手には感じてこなかった要素でしょうか。いや、彼が純粋純粋さというか、その強さというのは ありましたけど、そこにさらにこう上書きされたというか、重ね積み重ねてきた強さ、純粋さ、純粋も積み重ねれば強いんだなと思いますね、はい、あと一歩で優勝できなかったというところでの気持ちは、いや、一歩だろうがね、どう負けだろうがね、負けは負けですから、はい、いや、最後はね、やっぱり光ってましたよ、本当にね、一瞬の閃光みたいでした、いや、狙ってましたよね、ありがとうございました。